これはあれですか、さくらさんの。そうですね、麹ですか。さくらさんの麹です。やっぱ普通のあれとは違います。このふわふわしてる部分分かります。はい、これがあの麹の胞子ですよ。なるほど。もうふわっとするんですか。そうです。食べちゃったの。いやすごい、これ麹が甘いですよね。甘いでしょ。これでうまくやるところ甘酒に、甘酒に適当に甘くできますよ、ね、甘いですよね、本当ね。平野さんこれ甘いですね。甘いっていうかすごい美味しいですね。美味しいですよね。はい、これお米ご飯みたいに固く蒸しちゃうとダメなんですよ。あの硬いのが正解なんですよ、麹っていう。これで完成ですね。この甘さをコントロールするんですか。あ、これはだいぶ深いかしらですね。そうですね、これであの麹って麹にしてる最中にこうどんどん熱を持つんですよね。あ、炭酸ガスとかで出るんですよね。それで今度熱が上がりすぎちゃうと麹自分の力で熱上がりすぎてこのダメになっちゃったりする。あ、そのこううまい温度調整が、温度調整一麹二炊き三仕込みの、うん、が味噌作りの、味噌作りの、そうですね、缶どころ、うん、一番重要なのは麹。